ゴーカーチャンネル。ですと本当もう電気自動車と同じようにですね、バッテリーの容量がある限りは、電気だけで走ってくれるよというような機能なんですけれども、まあ、今ゆるい下り坂だからよりいいですね。こういう時には本当にそのエンジンというかガソリンを全く使ってないということもあって、お得なことをしているなと思えるのはいいですね。この辺りは本当にこういうハイブリッドの車乗ってるとお得感があるなというのを実感できるいいところだと思います。左側のメーターが実はいろんな表示に切り替えられるようになっています。で、今は先ほどから申し上げている通りその作動モードですね、何で走っているのかというのを表示するようにしています。で、この左側のスポークにあるホーム、家のボタンを押すと、そのメニューがこう選べるようになってまして、まあ、燃費にしたりだとか、ナビゲーションもこれ実は矢印をここに表示することができるのもこれいい機能ですね。それから安全システムの切り替え機能だとか、そういったことを見ることができるようになっています。で、それから普通の状態というか真ん中に何も表示をしない状態ですと左側がパワーメーターになりまして、アクセルをガッと踏めばパワーメーターがグッと右に振りますし、ブレーキでチャージ、回生をしているという時は、この真ん中のあたりから下にグリーンの方になるというようなのにもなっています。これは、いろいろこう自分の好みで、切り替えられるようになっているというのはいいところだというふうに思いますね。ただあれですね、 他の車というか何の車に、ベゼルとかでしたかね、ベゼルとかにはタコメーターがついこの切り替えのところにタコメーターを表示することができたんですけれども、これはそのタコメーターの表示ができないみたいなので、そこはちょっと残念かなとは思いますが、まあこの車の場合はね、ほとんど電気で走っていることが多くて、エンジンが回っているという時もですね、発電に使うことが多いですから、まあ、タコメーターはいらないのかなと思ったのかもしれませんね。このステアリングのリムは思いのほか太めにできています。国産車の中では結構珍しい太さですね。握りの印象としては悪くないです。感覚としては最近の BMW の M スポーツ系、そのあたりの太さに近い感覚があります。これは実寸じゃないので感覚という風な形になりますけれども、そんな印象がありますね。CRV ですとか他の車で、気になっていた標識を認識して、ここにカメラがついてるんですが、ここのカメラで標識を認識して今どういう速度制限の道路ですよとか、追い越しはダメですよっていった表示をするのが真ん中にこうあるんですけれども、これが従来は小さくて見にくいなというふうに思って、実際にこのゴーカーチャンネルでもレポートしてましたけれども、随分大きくなった感じしますね。これはいい改善だと思いますね。さらにもっと大きくしようと思えば、その左側のパワーメーターのところにもっと大きく表示することができまして、もうこの大きさだったら本当により分かりやすくて、いいなというふうに思います。このインサイト、まあ初代、実は私初代も乗ったことありますし、2代目も出てもすぐ乗りまして、それなりに当時としては感激がありました。例えば初代だったらやっぱりその軽くてですね、
なんて言うんでしょうね、やっぱりその軽さがあって、小さいエンジンでそれほど大きな電気モーターでなくても意外にこう元気に走ってですね、走って面白いなというようなのがすごくこう覚えています。で、2台目のインサイトは確かにその電気モーターで走りませんけれども、当時確かインサイトが一番最初だったと思うんですが、メーターをですね、2台目の、インサイトというのはデジタルメーター表示で、それがもうちょっと少し遠くにこうついてまして、そこのメーターの周りが、色が変わると。で、かなり経済運転じゃない時はブルーになって、エコ運転にしている時にはグリーンになるという作動で、今もこれ確かここの色がこうさっきから変わってますので、その機能っていうのは今もついているんですが、それを一番最初に採用したのが2代目のインサイト、私の記憶が正しければそうだったと思うんですけれども、それがですね、やっぱり新鮮で、ドライバーにエコ運転をするための運転の仕方っていうのを車の方から教えるよと、ティーチング機能とかコーチング機能って当時カタログに書いてあったのを思い出しますが、最終エンジンを切るとあなたの今回の運転は、良かったですよとか、ちょっと燃料食いすぎましたねとか、そういう切り替えもできるという、切り替えではなくて教えてくれるという機能もあったんですね。そういうのがもう今となってはホンダも一般化してきて、そういうところも、当時は先進的だったんですもんですから非常に面白かったというのを今改めて、思い出しますね。で、今回のインサイトはやっぱり新しい iMMD というハイブリッドシステム、これは実際に乗ってみると非常に楽しいハイブリッドシステムですから、新たなですね、ハイブリッドの風を、起こすのではないかなというふうに思います。このあたりの、さっきも言いましたが、作りを見ても実際にこう所有した時の、所有して実際に運転している時の満足度も、もう初代や2代目のインサイトとは比べ物にならないぐらい、大きいものがあるかと思いますので、そのあたりも実際にご体感していただくのがいいのではないかなというふうに思います。従来のステップワゴンとかアコードで、あったとはいえですね、やはり2リッターのエンジンと、電気モーターの組み合わせ、それなりに、今回の 1.5 リッターよりも燃料は食う、その代わりパワーはありましたけれども、よりエコロジーで走りたいという方はこの 1.5 リッターのエンジンとの組み合わせっていうのは、待ってましたという方もいるかと思いますので、そういった方にはぜひインサイト一度、乗っていただければいいかなというふうに思います。ホンダのインサイトを試乗をしてまいりました。スポーツハイブリッド iMMD、 今までは2リッターの組み合わせしかございませんでしたけれども、今回 1.5 リッターの組み合わせになってどうかなと思ったんですが、今回のインサイトかなり車重も軽いということもあって 1.5 リッターで本当にこうマッチングが非常に良かったなというふうに思います。で、その今までのインサイトとは随分違って値段も高くなったなと思いながらもですね、それなりにやっぱりインテリアの質感も上がっていて、魅力的に感じる方も多いのではないかなというふうに思いました。この後ろから今お話しているのは、このやっぱ斜め後方側のデザインはですね、なかなか素敵ですし、クーペ風のスタイルだと、先代のインサイトは私なんか後席座ると頭上がルーフに当たっちゃったんですが、この車の場合は当たることもなく、ちゃんと、ヘッドクリアランスも保たれてましたので、そのあたりも良かったかなというふうに思います。ぜひ、このインサイト気になる方はホンダカーズ名東ですね、日進店、日進南店、徳重店にお越しいただきまして、ぜひご覧いただきたいと思います。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。はい、オートプラネット名古屋で、私が気になった車をご紹介するプラチョイのコーナーでございます。今回は国産車、オートプラネットにも最近ちょこちょこ国産車があるんですけれども、マツダの CX-3 でございます。で、この CX-3 っていうのは、見ていただいた通り SUV なんですけれども、かなりコンパクトな SUV です。ベースとなったのはマツダのデミオ、ちょうど私のこっちにデミオがあるんですが、そのデミオをベースに SUV 化したものなんですけれども、1.5 リッターのこれはディーゼルエンジンを搭載しているっていうのも一つやっぱマツダらしいところですね、特徴です。
そして何よりもインテリアがですね、ここ最近のマツダは非常におしゃれに仕上がっておりまして、こうプレミアム感を感じさせておしゃれという魅力がございます。サイズも日本の道路でも扱いやすいですし、そしてクリーンディーゼルエンジンで、経済性も高いと、低回転から大きいトルクも出るという魅力的な一台でございます。今回ご紹介したのはマツダの CX-3 でございました。